難、追い剥ぎだけでなく怪我や病気も即命取りとなる。旅の途中で消息を絶つことは決して珍しくなかったのである。やろうか、やろうか。おや、こいつは。大の巻。やっぱ見えてる。どう考えても見えてるってな。見えてんだろ。出なきゃバケモンとあんな風に戦えるわけねえって。すげえ強かったもんな。その腕ただで転がしておいちゃもったいねえ。なんかこう、おいおいってば。いつもああやってバケモン退治してんのか。その腕の剣どうやってついてんだ。それからこれ、あんたの顔から落ちて新しい皮が生えた。こいつはよく見りゃ作り物だけど、今のあんたの皮は本物だろ。どうなってんだ。聞けよ。うん、完全に見えてるだろそれ。なんでだよ。オイラと話したくないのか。どうしてだ。うわ、待ってよ。ごめん、すごすぎた。うわっ、待て待て待て。生はよくねって。少し待ってなよ。うまそうな匂いがしてきたら。塩があるといいんだがな。まあしょうがね。ほらよ。はあ、そうしてると本当に見えてねって風だよな。耳も聞こえず口も聞けね。ほんと不思議なやつだなあんた。まあいいや。あんたその腕金にしねえか。オイラに任せりゃ絶対稼げる。お大臣だって夢じゃねえな。あんただってそう思ってるからオイラを追い払わねえんだ。そうだろ。百鬼丸にはドロロの姿も声も届いてはいない。だが百鬼丸には生まれながらに見えているものがある。魂の炎とでも言うほかない。重要なのはその色だった。敵意、憎悪、またはこの世ならざる者、それらの持つ色が百鬼丸に危険を教える。魂の色を見る力、そして常人ではない感覚と身体能力によって百鬼丸は彼の暗闇の中を生きてきたのである。今百鬼丸がドロロを放っておくのはその炎の色が危険ではないからということでしかない。ただほら、この小さいのはオイラの焼きチン。通り過ぎることなく長く自分のそばにとどまる炎は彼にとって二つ目だった。
やめろ。やめてくれ。おっかちゃん。おいら、なんか寝言言ったかい？そっか。聞こえねえもんな。うん。なあ、名前くらい教えてくれよ。オイラはドロロだ。ドロロ。あんたは？で、無理か。いいや、もう七しのゴンベで。おやすみ。村に化け物が出るらしいんだ。村に立ち寄った旅人とか村の人が時々行方知れずになっちまうらしい。そいつをこないだみたいに退治して霊金をもらうんだよ。人助けしておいらたちも儲かるな。いい考えだろ。金持ちそうな村だな。本当に化け物なんか出るのかな。はて、化け物とおっしゃいましたか。化け物がどうかしましたか。どうかしたのはこの村だら。知ってるぜ、困ってるって。いい話を持ってきてやったんだ。なんとこのお兄さん、化け物退治にかけちゃ天下一品。一つ頼ってみなよ。え、本当にそんなことができますので。大出来だよ。こないだもこんなでけえ化け物はたった一人で細切れにしちまったの。この目で見たばっかりだ。おお。どうよ、頼むだけならタダだ。騙されたと思ってさ、な。それはもう願ってもないことで。退治していただけるなら村でできる限りのお礼も。ああ、皆の衆、うん、話が早いね、村長さん。ああ、いえ、私は名代を務めます伝吉と申す者で、村の長は万代というお方なのですが、何分足を悪くされまして。ふーん。とにかく私どもの家をお使いください。大したものもございませんが、お食事など。おお、いや、ほんと話が早いね。こちらでございます。何食べたの久しぶりだ。でもさ、化け物に困ってる割に贅沢な暮らししてるよな。見たとこ大した田んぼもなかったし、なんで儲けてんだろうな。ん？どうかなさいましたか。化け物が出ましたか。え、あ、いや、出たけど今日は様子見だ。うん、大したことなかった。そうでございますか。おはようございます。お目覚めでございますか。
バンダイ様がお二人にお目にかかりたいと。バンダイ？ああ、村長の。はい。ご朝食も差し上げず申し訳ありませんが。いいよ、わかった。あちらの屋敷でございます。すげえ。ではなんだい、ずいぶん暗いな。今明かりを。このようなお見苦しい姿お許しを。足を患っておりますので、私がこの村の長バンダイでございます。坊や、私の顔に何か。いや、綺麗だなって恐れ入ります。お呼び立てして申し訳ございません。村人の話を聞いてどうしてもお会いしなければと。特にそこのお方、もしやと思っておりましたが、やはり。え、知ってるのか。何をなさいます。おい、何するつもりだ。この人は人間だぞ。あ、やめろ。どうしたんだよ。バンダイ様、こいつ腕から剣が生えてやがる。早く取り押さえろ。やめろ、あの人は化け物じゃない。おやめください。危ねえ、動けんじゃねえ。こいつも仲間だ。離せ。土蔵に連れて行け。ことだよ。ゆんべの化け物には指一本動かさねえで、あんな優しそうな人にいきなり切りかかろうとしてさ。分かったよ、あんたほんと見えてねえ。何も見えてねえんだ。ずいぶんとにぎやかだね。お仲間ができて嬉しいよ。なんだい坊さん、あんたも捕まってんのか。化け物が出るってんで見物に来たら、寝てる間に連れ込まれちまった。どうして。さてね、案外これが行方知れずの種明かしかもしれないね。え、それよりお前さんには見覚えがある。見覚えって目見えるのか。へへ、私らは目開きには見えないものが見えたりするんでね。そっちの方がよっぽど確かだったりすることもあるのさ。なんだよ、見えないものが見えるって。例えば今私にはお前さんが綺麗な真っ白い炎に見える。炎？言ってみりゃ魂さね。見てくれじゃない、中身が見えるのさ。魂？中身？あ、もしかしてこの七品ごめんも坊さんみたいに見えるのか。かもしれないね。じゃあさっき刀抜いたのは今度はなんだよ。気をつけ、妙な気配だ。わっ、何も見えねえ。大丈夫、私らには同じことさ。どうなったんだ今の声。なんだよ。いいからついておいで。どうやらこの井戸は外に通じているらしい。見えねえよ。いやー、怖い。大丈夫、ほら外の風だ。あれ、ここって。あそこにお連れがいるよ。ああ、また私を切りにいらしたのですか。このような病人を一体なぜ。無駄だよ、私らにはお前さんの中身しか見えないんだ。色は。そうさね、今見えてるのはどす黒い血のような赤、最悪の色だ。さっき食い損なったのは惜しかった。分かってるだろうが、そんな奴は化け物なんて可愛いもんじゃない。鬼神だ。鬼神？
たくねえのか。ご安泰様、お逃げください。おい、なんで化け物逃がすんだ。どういうつもりだよ。お前さん知っていなすったね。知ってて旅人を食わせてたんだ。そうしなければあの化け物は村の者を喰らいますんで。だからオイラたちに退治してほしかったんだろ。あいつを倒せばそれで解決じゃないか。どうやら退治してほしかったのはバンダイじゃなかったようで。は？間違いない。お前はよもや生きていようとは、あれが奪い損なった。そのせいか、あれだけがお前を取れなかった。残りを取り戻す気か。面白い、できるものなら。バンダイ様。やろうか、やろうか。あいつ、なんだ、なんだこれ、大金だ、すげえ。バンダイに食わせた旅人の金だね。え、どういうことだよ。うちの村は他に稼げるネタもなくて、化け物のバンダイ様に乗っ取られた時はもう終わりかと。でも最初にバンダイ様が食った旅人がかなりのロギンを持ってたもんで。味を占めちまったってわけだね。なんだよそれ、最低じゃねえか。化け物よりもっと。うわあ、止めてくれあの音。お前さんが退治してほしかったのはあれかい。最初にロギンを奪った旅人が持ってたお遍路だったんだ。悪かったよ、バンダイ切ろうとしたあんたにひどいこと言って。見えてなかったのはオイラだった。聞こえてねえか。案外気持ちは通じるよ。気にすることはない。目が見えてるもんなら騙されて当然さ。っていうか、似てたんだ。ん？死んだおっかちゃんに似てた。そうかい。なんだよ急に。ガキ扱いすんな、七子野郎のくせに。なんだ、字が書けるのか。坊さん、なんて書いてあるのかわかるかい。どれ、触れさせてくれるかい。百鬼丸、あんたの名前だね。へえ、百鬼丸。やっとわかった、百鬼丸か。私も分かったよ、見覚えがあるはずだ。お前さん、あん時の。ん？何？国境に不穏な動きだと？は、警護に当たる兵の数が増えております。戦の準備ではと思われ。バカな、隣国の坂井殿とは同盟の間から。
そちに探ってもらうことがある。どうしたんだよ。おい、痛いのか。なあ、おい、大丈夫かよ。しっかりしろよ。おい、どうしたんだよ。なあ。